イミーの一杯おごってよ、サポーテッドバイアテンダ国際特許事務所。はい、どうもこんにちは、始まりました。今回のゲストは海翔馬くんです。よろしくお願いします。いやー、もうイケメンが続くね。いや顔ちっちゃいわ。いやでもこう身長でかいんだよね。そうなんです。身長185ですね。185でその顔の小ささ、はい、売れるということで、なんと今回ね、海翔馬くんもなんとハンサムフェスティバル2016に出るということですけど、はい、どうですか。本当に楽しみなんですけど、うん、その反面すごい責任と不安を感じております。責任感じちゃってる。大丈夫だよ。やっぱり翔馬責任なんて感じなくて大丈夫だよ。そんなのあの先輩たちが勝手に背負ってくれるから、はい、もう元気いっぱい行ってよ。もうそこは頑張ります。今回そのね、もちろんだけど、はい、こう歌って踊ってっていうのもあるけど、翔馬的にはこう歌とか、はい、まず歌とかどうなの。歌はそうですね、もう高校時代暇さえあればカラオケ行ってましたね。あ、じゃあ結構歌うこと自体好きなんだ。そうですね。おー、じゃあ好きっていう感じでね。好きですね。ダンスというか踊りは、踊りがやったことないんですよ。やったことない。はい、自分ができてるイメージはある。できそうな。そうですね、ないですね。しょうがない。もう時間は限られてるから。はいはい、いやもちろん自分個人で今すごくダンススクールに入ったりして、ちゃんと、はい、真面目。でもスポーツ、サッカーやってたんだよね、はい、ずっと。まあ、サッカーはやってましたね。12年ぐらいやってました。じゃあ体力的なものは自信はある。まあ、体力はそうですね、うん、体力があって、はい、イケメンで、あと技だ。技は大丈夫だよ、ミミが教えるから。あ、うん、技的なものは何でも聞いていただければ。じゃあ何かありますか。いや、今は特に今は特にないですね。わかりました。やっぱハーサムのさ、はい、先輩方で友達とか交流ある人とかいる。そうですね、お会いしてお話しするのが小関裕太くんとか。あ、はい、年も近かったり。ああ、ミスターふわふわくんでしょ。そうなんですよ、もう おじさんのような。なるほどね、はい、あ、じゃあちょっとこう先輩ハーサムの中でも、はい、まあ知り合いがいるから、はい、そこの部分はちょっと、まあそうですね、ちょっとだけこう安心な部分はある、はい、じゃあ今回さ、はい、すっごいたくさんの人来てくれてさ、たくさんの人が応援してくれると思うんだけどさ、はい、こう翔馬のここを見てねみたいなところがある。初出場ということで、うん、初々しさを、初めてじゃないと出てこないものっていうか、慣れていくとやっぱり薄れていくものじゃないですか。そうだね、だから存分に前面に出していけたらいいかなとは思います。めちゃくちゃなんか優しい顔してるね。優しい顔ですか。なんかプロフィール写真とかだとさ、すっごいキリッとしてるけど、はい、そうですね、こんなね、あれマネージャーに言ってもうちょい可愛いのに変えてもらえたら。わかりました。あれかっこいいんだけどさ、はい、いやこんなに可愛い笑顔をするとはもう思えなかったもん。本当にぜひね、こう皆さんも、はい、この可愛い笑顔をね、見に来てほしいですけれども、はい、じゃあまあ最後にね、これたくさんの方がね、はい、この映像を見ていただいているので、はい、ぜひこのたくさん見てくださってる方に、このハンサムフェスティバルへの意気込みを最後ガツッと言って締めましょうか。はい、はい、今回初出場させていただく、海翔馬です。ハンサムフェスティバルとかハンサムライブっていうのは、年の終わりの一大イベントで、やっぱり年の締めくくりなので、皆様にとって、最高の終わり方をした2016年になればいいかなと思っております。よろしくお願いします。素晴らしい。今回のゲストは海翔馬くんでした。ありがとうね。バイバーイ。